待望の第2期、スタートです。どうも D サウンドです。今回はアニメ、コミさんはコミショーですのレビューをしていこうと思います。第2期始まりましたね。かなり楽しみにしてました。原作を読んでいなかったので、第1期が始まった時はあまり期待はしていなかったんですが、まさかのドハマりしました。このアニメはとにかく絵がとても柔らかくて綺麗なんですよね。だけどそれだけじゃなくて、笑いもしっかり入れてくる。最高です。第1期は学園祭で幕を閉じました。みんなで踊って、最後はコミさんが自分の部屋で友達の名前をノートに書くと といいううシーンンで終わりりまましたそししたそてて続くのののカンペを出してからの待望の第2期ありがとうございますだいぶ静かな始まり方でしたね。コミ友人帳を渡してからのオープニングの音楽スタート。なんだかエンディングみたいな立ち上がりだなと感じてしまいました。そしてそこからのカタイくん。初回の一発目でいきなり新キャラを登場させてくるとは思いませんでした。コミさんと目があって、お互い目を離さないでプルプルしてるだけの二人。思わず笑ってしまいました。今更ですけど、ほぼ離さないヒロインっていうのはなかなかないですよね。でもその分、コミマスターのパラ メーターが出た時のこみさんの仕草はかなり貴重で良かったです。それで、なかなかさんの家で勉強する回も戦闘風で面白かったですよね。こみさんを取り合うために戦う。なかなかさん対病さん、ゲームでなんとか釣ろうとする。なかなかさんにほぼ告白で攻める。病さん、久しぶりに病さんのキレキャラには懐かしさがこみ上げてきました。そして、最後のテストの回鉛筆の芯がすっぽ抜けるのはあるあるですよね。消しゴムを半分割るのはあまり経験ないですけど、好きな人と道具を共有してお互い照れるのはめちゃめちゃわかります。ちゃんとここ。 精神を入れてくるのも最高ですコミさんはコミショーですまだ始まったばかりですがこれからが楽しみすぎます皆さんはどうだったでしょうかではこの辺でレビューを終えようと思いますご視聴ありがとうございました